にちは。こんにちは。はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。なんで辞めた？なんで辞めた？違う、引退じゃないよ、コーチだよ。コーチよ。いや、俺は、はい、俺の頭の中では深夜がユニオンを着た時点で俺絶対監督まで行くだろうなっていうふうに思ってたわけ、はい、じゃないと着る意味がないと思ってたわけ。こう継続していかないと。なんで辞めた？まあ単純に言うとヘッドコーチっていう立場で言うと、まあ監督と、まあ、一緒に状態、まあ、一連択しようというか、ね、まあそこだけです。監督が辞め、うん、まあ辞める辞めないみたいになった時に。でも2人の責任取る必要はなかったんじゃないかなっていう気がするけどね。なんか僕はずうずうしく残れないなと思う。そういうこう、なんていうんですかね、雰囲気があったということ。いや、雰囲気っていうか、まあ僕の性格上でしょうね、うん、だこれがまあ B クラスでも4位とか、うん、その辺であれば、まあ、言ってなかったかもしれないですし、まあ流れ的に言うと一気に上がって一気に下がったんで、やっぱり去年ができすぎたっす。いいかな。できすぎたっす。あれがやっぱりその周りがこけてくれたのと、うん、彼らがやっぱ96敗したっていうところの悔しさがもう本当にうまい方に出てなったんで、現時点のヤクルトのマックスだと思うんですよ、うん、じゃあ続くかったら僕はなんとか A クラスに入らないとなっていうふうに今年は望んだ。自分もうその選手に言えないですよ。キャンプで話した時に、ね、そういう話は聞かされてたから。そうだったんですね。だからできすぎだからって言っていいの、はい、だけどもう一度基礎からやっていかないとこのチームは続かないって。だから基礎からですよ。ちょっと待って、全体的にいけるんじゃないかという雰囲気を作らせたのが僕らの責任です、うん、もっと謙虚に、去年の成績は、まあ、言い方はあれですよ、フロックだと。だからもう一回、96回した気持ちを持って、やらないといけなかったのが、うん、まあ、そこまで指導できなかった、うん。でも、鬼の宮本っつってさ、はい、もう、テレビでも中継があると、監督抜くよりも、深夜の回数の方が多いわけだから。悪意あるじゃん。悪意あるかは分かんないけど。いや、僕いつも思うんですけど、エラーして映ってるよって言うから、いや、内野守備、ドバさんなんだけど。だから全部もう統括して、深夜がやってるというさ、はい、やっぱもう外の味方をしてたからね。あ、うん、だからまあそれは辛かっただろうね。まあでも、その辛いとかはないんですよね、別に。だから、言い気しないのはやっぱ週刊誌ですよ。その若いやつが不満持ってどうこうのとか、人望がないだの、うん、でも僕そんな役職やからしょうがないじゃないですか。まあ、まあ確かにね、ヘッドコーチっていうのは好かれるポジションじゃないから、うるさいことも言っていかないといけないからね。もう全て彼らのためにチームのためにと思ってやってきたんですけど、うん、まあそうやってうまくいかないとそれに書かれるんですよ。でもさ、2年間ユニオン来たよね、はい、でその前何年間空いたんだっけ。4年ですね。4年空いて2年間来て、はい、やっぱこう時代の変化とか、いや感じますね。例えばどういうところに感じた？すごい表現がしづらいな。なぜ表現がしづらいな。拗ねます。拗ねる、とにかく言い方、説明、そういうのをきっちりしてあげないと、はい、今の子は納得して動かないです。そうなんですか、はい。でも高校、みんな高校野球とか大学で、いや今はもう多分それそこが変わってるんだと思います。じゃあ俺らの時っていうのは、はい、もう殴られてやれって言われて、はい、それでやりながら何を求めてるのかっていうのを探してたけど、で今は一説明がいるということだよね。あとはでも真面目です。うん、だから僕らの時は 1,2 って教えてもらったら、はい、10段階でね、次言われる時は5ぐらいの話されるわけですよ。で要するに自分で考えてそこまで言っとかなかったんですけど、今の子は 1,2 って言ったらもう 1,2 で止まってます。大体3,4までいかないよね。いかないです。だから3を言ってあげないといけない、4を言ってあげないといけないっていう風にしていかないと、自分で考えてっていうのはなかなか、だからできると思いますよもちろん、
でも全体的にやっぱそういうところが多い。やっぱ根気がいるのかな。いりますね。あとはそのいかにどうやって考えさせれるか、うん、そこが結局 1,2 で止まってたらほったらかしいわけ。だからそこを常にアドバイスしてこうやって話してやっていくと結局自分で考える力もなくなっちゃうし、かといってそのこう即してもなかなかそこまでいかない部分があるので、まあ、そこは本当に自分の中でもうちょっと勉強しないと指導不足だなという感じはありますね。やっぱこう自分も変わっていかなきゃいけないというね。そうですね、まあ、それは変わろうとはしたんだろうけど。そうですね、だから褒めるとかね。あ、褒めるの苦手だもんな。結構褒めましたね。そう、はい、僕の中で。あ、そう。だからもういいプレーしたりね、いいバッティングしたりとかした時っていうのはちゃんと声かけましたし、うん、まあ、あれも別にそうプロだからいいんじゃないのみたいなところは正直僕の中であるんですよ。まああるよ、あるけど、でもやっぱりその若い選手にもっと上手くなりたいとか、そうやって思ってもらうにはそういうのも必要だと思いましたし、だから、まあ、周りから言われてるほど厳しいだけではなかったと思うんですけど、うるさかったと思います、もちろん。あの野球だけじゃなくてそれ以外の部分でも叱ったことが何回もあるし、でもまあ褒める時は褒めてあげないといけないとか、まあ、コミュニケーションは常に取らなきゃいけないとかっていうのはすごく意識してやったんですけど、まだ足りないですね。足りない、足りないですね。ゆたかさんがそのコーチをやっていた時もやっぱそんな感じでしたか、選手若い。まあそうそうだね、まあ、俺話しかけの好きだから、はい、で話しかけてどういう反応かっていうのが好きだから、まあ、例えばあこいつなんか昨日なんかあったなと思ったら、はい、彼女と別れたりだとか、はい、だからそういうのもあったの前。へえ、分かるんですね。分かった分かった。なんかえらい落ち込んでるから、はい、挨拶しても、はい、でどうしたって言ったら、いや彼女と別れましたってで、どういう彼女だったのって言ったら、あ、それは別れて正解だよとか、あ、ね、もう一回より戻せとか、カウンセラーみたいな。いや、そういうの俺意外と好きだから、ね。いや、だからそうだよね。でもプロ野球選手ですよ。いや、そう分かってる。そこは切ってやれっていう話なんですけど、でもやっぱりそういうのは必要なんだと思いますよ、今。そうなんですね。でもそういうのって、例えば先輩の、例えばね、すごい年の離れたベテランの野手とかピッチャーとかが後輩にガッと言うとか、そういうのって。だからリーダーは必要だよな、チームにな。うちはいないですね。いないね。そういうのをこう言ったとしても実際に若い選手が受け入れるかどうかも分かんないし、まあ確かにね、とにかくやっぱりあんまり怒られたことないから、はい、怒られた時にすごいこうそっぽ向いたり落ち込んだりっていうのがすごい激しいですね。それはないでチームの体質。いや、でも多分僕もそうじゃないかな。いや、でも原監督に聞いたら、あの原監督は言うべきことはちゃんと言わないで。そうですよね、はい、だけど褒め、あのよくできたときは褒めてやるとか、うん、そういうのがやっぱ大切だっていう部分が言ってたけど、そうですね、言うべきことはやっぱりしっかり言うらしい。そうですね、だって君たちが5万人の中テレビを通して何百人の中で恥をかくことなんだよっていうふうな教えをするっては言ってた。いや、そういう話は言いました。だけど聞かないって。だからやっぱりそれは原監督と僕じゃそれは比べ物にならないし、その説得力という部分でね、その僕もやっぱりいろんな伝え方をもっと勉強せなあかんなと思ったし、なるほど、ね、だからまあしょうがないなっていうのは。でもその中で若手も育ったじゃない村上という、うん、まあもう監督ですね、あそこは、僕は実際開幕スタメンは反対したんで、競争で取ってないので、だから彼にはやっぱりそのまあどちらかというと特別対応、あの村上枠みたいなんで使っていったわけですから、まあ、プロ2年目でね、はい、ただやっぱり すごいなと思うのはやっぱ節目節目でもう外そうかっていう時に来るんですよ。だから彼は彼のそれだけの運があって、うん、あそこまで出続けたんですけど、うん、僕はやっぱりある程度優遇されてる選手っていうのはより厳しくしないと輪は保てないと思ってたんで、うん、だから村上はもう相当のブロード鬱陶しいと思ってる。そう、まあ事細かくうるさく話しました。もう本当怒ったことも当然あるし、呼び出したこともあるし、それは僕の方がすっごい嫌いと思います。
でも後になって分かるんじゃないか、まあ、分かるかどうかはそれは分かりませんからね、それは。いやでもまあでもこの、引退する時にあの時の言葉が生きるとかそういうことがあるわけで、今は分からなくてもね、やっぱり彼にはヤクルトの4番だけじゃなくて日本代表する選手になってほしいので、やっぱりその身なりとか、まあ、そういう部分も、まあ、言葉遣いとかね、はい、っていうのはすごく厳しくやりすぎじゃないかっていうのをやったかもしれないですね。じゃあ来年成果が出てるかどうかキャンプでちょっと話しかけてみる、お願いします、ね、はい、はい。